はい、いつもありがとうございます。パーソナルプロジェクト TSK さんですね。はい、アブスおかわりということで、ありがとうございます。で、昨日の分とね、一緒に、明日着で手配いたします。やっぱサイン3ですね。まあ絶対じゃあどうなんでしょうね。一応まあミニボックスにはね、11って書いてるんで、ですけどね。やっぱり今年末で、まあ一応形式上は当初言われてた期限は今年末なんですよね。その辺がどう左右してるのか、まあ断定的なことはちょっと言えないですけど、ルーキーのインサートかな。あ、レッドソックスのデュランですね。まあ徐々に良くなってきました。ダルベック君の方がちょっと心配ですね。はい、でこれですね。あ、まずは山切りカットのフロリアル、頑張ろうね。まあ頑張ろうね、良くなるはず。はい、2枚目はルイス・フリアスさん。はい、こちらも199ですね。アリゾナピッチャーだ。はい、サインが2枚と、これはメモラーかな、大体そうですね。ちょっと待って、よいしょ、メモラーですね。マスグローブ299で、あとパラレルですね。ペレスの99、リプケンさん、カージナルスのインサート、ラゼリスもね。はい、アブズルート、トゥールオブザトレード、なんかあのボタンとかえげつないパッチとかなんか出てほしいなとかちょっと思うんですけどね。たまにありますよね、アブスもね。まあパッチが結構入ってるとも思いますけど、ロゴ系とかね、ちょっと欲しいなと。アブソ、カブス、カブレラさんで、サンディ・コファックさんの149ですね。青パラ、アイコンズ。次からですね。はい。ね、ブックですね。ブックもほぼ確定？ね、ほぼ。絶対じゃないけど。バズさんの299。で、ちょっと、はい。ブックは一旦。で、クリブラの149。レイノルズ。ハーパー。これ綺麗ですね。ボービッシュさんと、ショウヘイ。ピッチングの方。よいしょ。で、ブックです。マット・ブラッシュさん。ですね。昨日出たかな。でもこれ多分通常、あ、じゃないわ。白ボールだけど、クロステッチだ。はい。クロステッチだと60枚限定。で、赤だと99。ただ、黒ボールでも99がある。ちょっとその辺がちょっとわかりませんけど。はい。ということで、サインが3枚ですね。ブックはちょっと、両サイド、大きいスリーブに入れておきますので。まあ、一応。ちょっと厚型のローダーがないんで、2メモラー3オートパターンですね。まあ4はまだ見たことないですけど、まあ一応メーカー公表はこのミニボックスに11ずつ。じゃあ2オート2メモラですけどね。はい。3オートブックのシグネチャーも含めて3オート2メモラ出ましたという感じです。はい。
ということで、あともうちょっとですね、ちょっと PB して、あと発送と全部終わってからだと思います。またぜひチャレンジします。ありがとうございました。